この前さ、なんかとある VTuber さんが活動休止、そう、されたらしくて、その、まあなんか、視聴者さん、リスナーさんが、母親面、彼女面みたいなコメントにちょっと心を痛めてたみたいな。なんかそれを受けて、あれ？これシルコさんも言われてねっていう、その心配のリフとかが結構あって、そう。その、なんていうの、別に、シルコさんの考えだと、そうやって母親ぶったコメントをするとか、そのことに関して別に悪いことだとは思わないです。シルコさんはね。なんでかっていうと、その言葉自体は、人が傷つく言葉じゃないから。暴言とかでも何でもないし。ただ、人によってだからそこって。どんな言葉でも、それ傷つくかどうかは、受け手の問題なんで、バカとかアホとかね、言われても、全然何とも思わず笑う人もいれば、笑ってられる人もいれば、バカとかアホって言われて、めっちゃ傷つく人もいると。で、まあ、バカとかアホって言葉自体は、ちょっとね、人を罵倒する言葉に分類されるんで、まあ、わかりやすいよね。そこはね、わかりやすいんだけど、今回その VTuber さんの件だと、別にその母親ぶった言葉とかって、人を傷つける言葉ではないので、休止された方の感性だと、傷つく言葉だったので、まあ当然その人に向けて言うのは良くなかった。やめてくださいって言ってるんだからそこでやめるべきだったってのはわかるんだけど、他のすべての人にそれが適用されるかっていうと違うかなーって仕事は思う。まあなんでこの話するかというと、それを受けてそれが悪いことだと捉えて、しるこさんのことで言ってる人たちと言ってない人たちで戦い始まっても嫌だなと思ったから。まあとりあえずはっきりしてるのは、やめてって言われたんだったらやめるべき。そこだけは確実。その本人がやめてくださいって言った時点でやめなかった人は悪だし、それ以前はまあしょうがないかなと思う。それ以前に関しては、その人が傷つくかどうかっていうのが判断しづらい言葉なんで、まあ、判断しやすい言葉はさっき言ったように、なんか罵倒する言葉とか、けなす言葉とかは一般的に良くないとされてるんで、まあそういう言葉を選択するのはすでに、まあ可能性的にね、傷つく可能性高いよねってなるけど、そうじゃない言葉を使った相手が傷ついているんだったら、それは結構その人個人のね、感性によるものだったりするから、多分それが分かってるから一回目はね、やめてくださいって、多分本人も忠告をしたのだと思うんだよね。しるこさんは、そこに関しては、あんま嫌だと思わないんだよね。しるこさんなんか別になんか自分がなんか言われて、傷つく言葉っていうのがあんまないんだよね。それよりは嫌なのは、見てる人たち同士で戦い出すのが一番嫌かな。いや、しるこさん傷つくかもしれないじゃん。いや、しるこさん大丈夫って言ってるじゃん。の戦いとか。しるこさんはどっちが嫌だ。マジで。別に何言われてもいいけど、しるこさんはね。しるこさん何言われてもいいけど、見てる人同士で戦うのだけは嫌だ。